どうも皆さん、こんにちは、そんでございます。というわけで、バイオショック、インフィニット続きやっていきましょう。で、モニュメントアイランド入るだな。あ、ここでモニュメントアイランドだもん。早いな。エリア移動。トロフィーがどこだ。モニュメントアイランドに到達か。女の子一人を監禁するためだけどんだけの施設か。あはん。おぉ。モニュメントアイランドのやつは、少女を見つけろ。娘ってさ、その、なんだろう。本当に娘なの？それとも、比喩的な？その彼女彼氏とかの娘なんかな。確かでも娘めっちゃなんか厳重だな。なんかもっとちゃんとしたところにさ閉じ込めるというかさ、保管というか、保管も言い方おかしいけどな、やればいいのにさ。で上か、あこれね、よいしょ。もっとちゃんとしたなんか神聖なさ教会とかにいればいいのに、なんか監禁って感じだな。これはもうオープン、わーボロボロ、なんかラプンツェルみたいな。これスペシメンイズデンジャラス。スペシメンってなんだろうな。12 hours past this point。あ、やめねえな。あ、実験体は危険です。隔離手順を遵守してください。実験体？いるの、実験体が。なんか、女の子っぽい姿だな。年齢というか、順序順というか。実験体の成長記録。え、もしかして少女って実験体なの？ Age 1、5、11、17。何？実験で育てられた人工の生徒様？だからこんな監禁してるの？実験体だから？何これ？チップフォンパッシブ？トランスポート123。1、2、3。あ？なんだこれ？何してんの？この謎を解かなきゃ開かないというわけでもないのか。でもここは開かないわ。これは？あ、女の子。これは実験体の記録なの？なるほど。嫌だなぁ。なんか、プライバシーもクソもないなぁ。これはあれか、映写室か、写真の。なんでそんな飛行船とかさ、めっちゃ見られてきたのにさ、なんか写真とかはさ、古いんだろうな。ポラロールっていう。これは映写機。プロジェクター操作。ああ、132。なんか操作してるな。この子が探してる女の子？ああ、スペシメンイズコーズ。何をしてんだ、マジで。黒板でもないしなぁ。なんかコードっていうか、なんか打ってんの？ああ、スペシメンポインティング。あ、ペインティングか、ポインティングじゃなくて、絵描いてるのか。スペシメンっていうのは意味なんだけど、わかんないんだよ。なんか聞いたことあるんだけど、スペシメンって。特別な人とかそういう話？スペシャルとかさ。それと面が組み合わさったスペシメン？終わり。スペシメンシンギング歌うか。ああ、観察されてんね、本当に。で、これいつまで見続ければいい？これにヒントあんの？あ、ダンシング。マジでなんか白黒だったりさ。まあ、これはまだわからんけど、昔撮っただけだから。なんかこれは昔撮っただけかもしれんけど、終わったわ。なんかカメラだったりさ、映画だったりさ、なんかちょいちょい古かったり新しかったりするんだよな。それがちぐはすぎる。これは開くんかーい。うわー、実験室やな、マジで。マジ何してんだろ、こいつら。何作ろうとしてんだろ。あ、ボクソン。イーブズドロッパー。あ、タイブラッド言った。あー。うん。何の話？血取ってるな。ブラッド。ヘア、急増使ってる。え？なんかこの今俺が使ってる超能力を作ろうとした元とかで、ヒントがないんだよね。そうするとさっき見た番号だと1、3、2なんだよね。どうだろう。失敗？関係ない。なんだこれマジでわかんねえ。あ、え？開いてる。なんで？さっき開いたっけ？アホやったな。なんか操作してて、開かねえ開かねえって言ってて、全然見つからなかったけど、結局最初から開いてたんだ。いやー、高周波。カムストーク。ファシリティ、アンセーフ。安全じゃない。ああ。何これ？超音波。うん。168やわ。エリザベス。それがもうその娘？プッシュ。遺発？ああ、エリザベスがカムストックの後継者？それをなんか人工的に作り出すためにあんな実験してた？あ、いたわ。実験体観察室。監視装置を起動？ああ、待ってしまった。観察室やりたかったのに閉まっちゃった。やっちまった。奥行くしかないな。これも
見たかったのに観察室。オープン。あ、でもレバー引ければ一応。あ。彼女はそうか。これは本当に映像？マジックミラー。指切った。さっきも見ればよかったじゃあ。ちょっと失敗したな。なんかちょっと先見ようかなと思ってたのに。ん？なんか、外に行きたいというか、下に行きたい願望でもあるのかな？なんか、監視というかは映画っぽかったけどな。まあ、先進むか。とりあえずいろんなとこ行ってみよう。また監視。絶対これ、なんか流してるだけでしょ？その映像かなんか。でもそれにしたらリアルなんだな。映画が白黒だったりするけども。なんだ？本当にこれやってんのか？おお。あ、なんか下界で観測されたのってこれなのか？ポータルを作る能力か。あっぶねえ。絵画からポータルを作る能力。今回の仕事とは関係ないな。それはすげえ能力だな。なんか時空の裂け目とかあったけどさ、そのなんだっけ、キネトスコープかなんかで、前回かな、それで見よったら、あれはそのこの超能力プラスミドの影響なんかなかったけど、少女の影響か。やばい能力だな。初めてだな、そんな時空間操作系能力って。さて、これは？あ、歌歌ってる。図書館か。書いてる絵を。なんだ？何をしてんだ、これ。なんかポッケから探って。タバコ吸ってる？え、違うな。さすがにそんなことせんか。マジ何してんだ、これ。何？全く見えねえ。タバコ吸ってるっぽいな、なんか。マジでなんかモーションそれっぽいんだけど。開いてるわ。起動。ライブラリだ。行ってみるか、ライブラリ。ドアを開ける。おー。オープンザセサミー。うわ、外。結構高い。彫像の街路。これは少女の顔か。カムストックの顔かなとか一瞬。飛ばされるよね、これ。ああ、よかったよかった。入った。怖かった。オープン。これが図書室？エレベーター？うん。あ、やべ、切られた。あぶねえ。あ、会えたわ。ああ、やっべえ。まあ、そりゃそうだろうな。おとなしくしろ、やめろって。危害を加える気はない。あなた誰なの？ああ、結構美人。味方だ。助けに来た。出ていて。うん。あれ？これは沢城さんが声。なんかすごい、人間なの？え、人間だけど。小指ないよ。何？あいつだわ。早く逃げて。やっぱ沢城さんだ、これ。なんか小指ないけど、どう？何？それどうすんの？え、何？ゲート作るの？もしかして。え、どこ行くの？何の声？そこの鍵？なんでそんな鍵持ってたの？出口だわ。あ、やっべ、バレた。俺だけ行けない。あ、よかった。俺だけ行けないかと思ったわ、一瞬。ありがとうございます。行くっきゃないか。彼ってカムストック？わお。この高周波何？本当に誰だろう。借金の方かな。何です、高周波というか超音波の怪人なのこれ。そういう時音は防げんから無理だぞ。空気を除外しない限り音は防げないから無理だぞ。早いな、あの人。うん。俊敏。何？え？爪痕？外にいるの？もしかして。え、マジで？外にいる？これ。そんなでかいやつがいるの？え？エレベーター。エレベーターさは知らない？もしかして。何この声？マジで。うん。あ、それもすら知らなかったんだ。いや、それは知らんな、俺も。実験体ってことは知らんし、時空間ワープ系の能力者、ロボット？クマさんロボット？何こいつ？あ、エレベーターが押し潰す。バイバーイ。落ちてったな。よいしょ。
さっきのは機械人形か。こっから落ちたらやばいな。ああ確かにな、エリザベス習ってないもんな。俺は字幕で知ってるけど。開けられる？開けましょうか。おお、オープンとセサミー。よいしょ。まだいる？上。さっきのとこかこれ。上上上上上上。お、氷型の敵かもしかして。だから超音波が。なるほどね。リーにかなっとるわ。さて、早いな。どうすんのこれ、降りるの？おっと。姿見たいけど。あ、これ使うのね。いや、それは衝撃やばいもんな。磁石でくっつくだけだもんな。おお。早すぎて見えないんだけど。また来る？どこいるんだあいつ。ムビーこれ。ああ、倒れていくわ。ゾウが。俺じゃないからな、ぶっ壊したのは。それは怖いな。ああ、まあ、いるわ、いるわ、いるわ。どんな敵これ。どんな敵見たいんだけど。やっば。飛び移れないか、さすがに。ああ。やっべ、離しちゃったらまずいな。いやー、ちょっと気持ち悪いな。どこ行った？あ、海か。海なら行ける。おお。鳥、カラス？カラス人間か。うわ、あ、水圧か。え、俺は助かんの？この水圧で。あー、どこ？これ。はい、というわけで本日はこの辺で終わりましょうか。いや、急展開。あ、エリザベス。なるほどね、娘ね。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。どうぞどうぞ。またね。